はい、皆さんこんにちは、ご当地グルメ研究会代表の松本です。身長190センチの日本一でかいご当地グルメ研究家でございます。さて、今回もご当地グルメをご紹介したいと思うんですけれども、全国に様々なご当地グルメがございます。わざわざそこに行ったりというぐらい魅力のあるご当地グルメなんですけども、今日のご当地グルメも結構遠いところ、そのためにわざわざ、車で出かけなきゃいけないという場所にあるんですね。そういったご当地グルメの魅力を、最後にちょっと分析もしながら、ご当地グルメをご紹介したいと思います。本日のご当地グルメはこちら、貝汁。山口県でも下関寄りのため、北九州も花の先、関門海峡を渡ればすぐ九州上陸という位置。国道190号線沿い、テニスコート100面分の日本最大級のドライブインがあります。長距離トラックドライバーたちがお休み中。そして貝汁、塩の看板にいざなって、お店がドーン。ここが目的の道塩です。 Google マップを見てみると、すげえ Google マップ。併設する温泉施設も人気です。天然温泉みちおは大木温泉と糸根温泉の2つの泉源を持ち、豊富なラドンを含んでいることが大きな特徴だからこそ、長距離ドライバーのファンが多いのもうなずけます。 Google マップのこの撮影時間はかなりね、遅い時間か早い時間でしょうね。今日はとっても空いている映像になっています。Google マップで書き込みを覗いてみると、ある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 、みんなあります。ここドライブイン道塩は長距離運転手さんだけではなく、子供連れやファミリーの姿も多いのです。そのお目当てはドドーン、どっさり入ったアサリの濃厚な香り。ここドライブイン道塩の名物貝汁があるんです。良好な干潟が多く存在する須坊灘では貝類が名産で、特に小野田では小野田アサリとしてアサリが名物になっています。多くの人々はこの貝汁を食べるためだけにこのお店を訪れます。これがめっちゃうまい。その美味しさの秘密は、汁を切らすことなく24時間継ぎ足し続けていること。つまり秘伝のタレのように継ぎ足し続けることで、その味が複雑にかつ深みを増していっているということなんです。味付けはカツオと昆布の出汁に白味噌、そこにアサリをたくさん入れ30分炊いて出来上がり。麦味噌の甘さと強めの塩加減が絶妙です。アサリは冷蔵庫に入れられ、毛布をかけ冷蔵庫の冷気が直接当たらないように徹底。砂抜きしたアサリをさらに丁寧に洗って少量の砂を取り除くといいます。手間も半端ない。だから多くの人がここを訪れるのです。なお他にもメニューはございます。入り口を入ってすぐのショーケースにはサラダ、焼き魚、揚げ物などサイドメニューが並びます。自分で取るのではなく、カウンターで機械でオーダーします。すると温めてから席に運んでくれます。さらにご飯物はカレーやカツ丼、オムライス、さらには麺類などなど調理して席まで運んでくれます。50年の歴史を持つドライブインでもオーダーはタブレットで行います。驚くのはお会計。
係の人がやってきて食べ終えたお皿を見てお皿でお会計をするというなんともハイテクとアナログが混在した状況。50年前の創業当時から守られてきた貝汁を求めて休日には1日2000人が来店するそうです。山口県山陽小野田市国道190号線沿いのマンモスドライブイン道所、機会があったらぜひ行ってみてください。今回の山口県山陽小野田市の、ドライブイン道所の貝汁、一応ね年中無休24時間営業ということなんですけども、行くときは必ず、ご自身で、チェックしてから伺ってください。さあ、今回ご紹介したご当地グルメ貝汁なんですけども、こちらの方、ちょっと解説していきたいと思います。まずは商品名を裏切らない、具の量ですよね。貝汁っていう形であるんですけども、ドーンと貝がいっぱい入ってるっていうこのありがたさ、そして、家庭で出せそうで出せない、プロの味ですよね。長年、アサリの汁を、継ぎ足して深みを増した味わいと、同店オリジナルの味、これこそが行きたいという理由なんじゃないかなと、思います。そして、この道塩の人気の理由の一つなんですけども、支店がなく、ここに行かなければ食べることができないと、まあ、これも大事ですよね。まあ、ついつい流行っちゃうといろんなところにね、お店出したりしますが、ここに行かなければ食べることができません。そして、車でしか行けない場所だけに、遠方、近隣ですね、北九州では免許を取った際に貝汁を食べに行くっていうらしいんですけれども、運転手の口コミやメディアの露出で様々な遠方からね、こう来るような仕掛けがされていると、そして、他の商品は普通かまあ美味しいっていうぐらい、大変失礼なんですけども、これをためにねわざわざ行こうとは思わないんですけれども、でも貝汁を中心と考えた時に子供はカレー、大人はまあドライブしてなかったらお酒のあてになるようなつまみなんかがあったり、サラダがあったり、いろんなね、選び方ができる。貝汁を真ん中にいろんなものが選べるというねメニューの豊富さですよね。何種類あるんでしょうね、これ数えたことないんですけど、汁物を、メインにしたことによって、ご飯メニューっていうのがサイドメニューに変わってるんですね。これ重要だと思うんですよ。汁物を食べに行く、そしてサイドメニュー、こちらのサイドメニューはスピードを優先してますので、もう温めるだけとかちゃちゃっとこうできるようなものを中心としてるっていうのも、貝汁をね素早く食べさせるための、お店側の配慮、テクニックなんじゃないかなと、思います。以上、今週のご当地グルメチャンネルでした。もしよろしかったら、グッドボタン、そして、チャンネル登録お願いいたします。これからもご当地グルメの様々な魅力、そしてなぜこのご当地グルメが流行っているのか、ご紹介したいと思います。ご当地グルメ研究家の松本でした。